両税以上とは、1920年代の日本において、国税であった地租と営業税を地方税として、権限を地方に移譲することによって、地方の財政強化と農村に対する減税を、図ろうとする政策と、その是非をめぐる論争。明治以来の産業発展に伴って、国税の充実が進む一方で、地方においては、慢性的な財政難の状態が続いていた。 これに対して内務省などを中心に国税の一部を地方税化する検討が日露戦争終結後から続けられていた。1920年内務省の諮問機関であった臨時財政経済調査会はドイツのミーケルによる地方税制異常政策をモデルとして当時酒造税と並んで国税の代表的な存在であった地租と営業税を地方に以上するように 提言をまとめたのである。だが、財産税創設を危惧する財界の反対や第一次、世界大戦後の戦後不況の影響で棚上げとされた。だが、都市部における対象デモクラシーの公用と、農村部における小作葬儀の激化によって、地方政治への国民の関心が高まる中で、県政界が地祖の20%削減、政友会が地祖の地方以上、革新クラブが 営業税も含めた、両税以上を唱えた。その後、関東大震災などもあって、議論は停滞したが、五県参拝による加藤公明内閣において、税制改革が議論された。だが、国税の整理は行うものの、地層には手をつけず、地方当局の財政難の一員になっていた、義務教育における、地方負担の軽減のための国庫補助引上げを、代替として提案した。 県政会とあくまでも、両税以上を求める、政友会が対立。その結果、政友会は政権を離脱して、五権三派崩壊の一員となった。政友会の田中義和内閣が成立すると、地祖以上を公約とする、政友会と営業収益税以上を公約とする、実業同士会が、政策協定を結んで、両税以上法案を提出した。これによって、国税の14%、 地方税の19%に相当する約1.3億円が地方に移譲されることになる構想であった。だが、県政党の後ろ身である立憲民政党は国際公約である金解金実施のために財政健全化を行うべきであるとして、これに反対し、これに田中内閣と対立的であった貴族院も同調した。このため、同法案は、 衆議院こそ通過したものの、貴族院では、新義未了配案となった。この年の秋、近海近直後の日本経済を世界恐慌が直撃して大不況となり、続く満州事変の発生による軍事予算の増大で、両税以上の議論は終止符を打たれた。以後、義務教育などに国庫補助の増強路線が取られることとなった。だが、皮肉にも、 地方行政に対する統制強化の見返りと、戦時体制への地方当局の協力を得たいとする、軍部の思惑を反映する形で、1940年に、地租と営業税は、地方官府税への交付金に回されるとされた。戦後、地租と営業税はそれぞれ固定資産税、事業税として、地方税化されることになる。ありがとうございます。